舞台文豪ストレイドックス三者定立公式サイトをご覧の皆さん、こんにちは、梶本次郎役の正木浩平です。いよいよですね、待ちわびておりました、皆さんと同じ気持ちでした。もういつ次梶本次郎演じれることができるのかなと首を長くしてお待ちしておりました。いよいよこの時がやってまいりましたね。皆様のご声援のおかげでこうして、舞台文豪ストレイドックスの第3弾を上演することが、できます。皆様のご期待に添える作品になるかと思います。いや、それ以上のものをお届けできるように、座組一同頑張ってまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。そして梶本次郎、僕はこの梶本次郎という人間をですね、愛を持ってレモンバカと呼ばせていただいております。このレモンバカを皆様の想像を超える、そして期待を超える以上のバカっぷりを皆様にお伝えできればと思います。はい、舞台文豪ストレイドックス三者定立は、2019年6月8日から9日まで岩手北上市文化交流センター、桜ホールにて、そして14日から16日まで福岡久留米シティプラザにて、そして21日から22日まで愛知名古屋市公会堂にて、そして27日から30日まで大阪森の宮ピロティホールにて、そして最後に7月3日から10日まで東京日本青年館ホールにて上演いたします。皆様劇場でお会いいたしましょう。